営業マンはは客より上にになれ、えー、こんにちは島田です、えー、今日はですね営業に関して一つちょっと重要な話をさせていただこうかなって思うんですけど、まあ、最近ですね営業同行しててそれじゃダメだよっていうような、えー、人がですね非常に、えーまあ、気になるというかですね、えー、多いなっていう感じがするんですけど 営業っていうのはですね、まあ、初めてお客さんとお会いするときは、お客様が上で営業マンが下、まあ、こういう立ち位置なんですね。まあ、これはしょうがないですよね。ただ、商品を買ってもらう瞬間になったら、お客様が下で営業が上じゃなきゃだめなんですよ。要はどういうことかっていうと、お客様は営業に 教えてもらってものをあこの人が言うんだったらって言って購入するあの特にですね今ネット社会になってるんでネット社会っていうのはネットを叩けばいろんな商品出てくるんですよ自分で判断できる人っていうのは別にネットで十分なわけですよねそれが何でじゃあ営業マン必要なのっていうと自分で判断できないもしくは専門家の 知識が必要だからこそ営業マンが必要なわけですね。その時に営業マンがお客さんよりずっと下の立場だったらそんな人から何で物を買うかって言ったらこれはいいように利用してるだけなわけですよ。これよくあの事務機屋さんとかであの見かけるんですけどお客さんがいいように、まあ、とにかく 雑用係じゃないけど、まあ、そんな感じでちょっと見積もり合わせて、これ見積もり出してよとかね、もう他から買うことを決めていながら、1社だけだとダメなんで、2社、3社欲しいからって言って利用してるとか、あとは安く買いたくために利用する、まあ、そういった営業っていうのは、お客さんより下なんですね。下の立場で営業やってるんですけど、我々が目指すところっていうのは、 お客様よりも上で常にお客様に教えてあげる、どっちかというと先生にならなきゃダメなんですよ。今のこのネット社会だからこそ信頼できるプロとしてお客さんの上の立場に立って教えてあげる、もしくはプロとしてあの相談に乗ってあげる、そういうふうな立ち位置にならなきゃダメなんですね。まあ、そういったマインドセットをまず持つこと。その上で 話す内容、そういったのももちろん自信持たなきゃだめですし知識的にもお客様お客様の知識ってネットの知識よりちょっと上の知識を常に持っていくそれで専門家としてまあその分野では幅広い知識それで偏って が自社の製品だけを押すとかじゃなくてトータル的に考えてこうですねっていう提案ができる。ということで会話をしててお客さんに舐められるとかお客さんに軽く扱われてるうちは申し訳ないけどあなた売れるようにはならないよっていうことなんですよ。 なめられちゃダメだし、お客様から信頼され、尊敬され、まあ、どっちかっていうと、教えてって言われるような立ち位置にならないと、本当の意味での営業として、まあ、本当の意味での営業のプロとして売ることはできないよということで、まあ、最近ね、ちょっとすごくそれ感じるんで。 くれぐれも。<laughs> あなたもそういう立ち位置に立つように頑張ってほしいなということで、えー、お話しさせてもらいました。よろししくお願いします。